こちら届いております。お願いできますよね。よろしいですか。最近市民の間で流行っている妙な噂をご存知でしょうか。聖者の噂か。そう、それです。何でも願いを叶えてくれるとか、うさんくさいですよね。市民に幸せをもたらすのは政府のお仕事なのに。足りてないからじゃないですか。脇が甘いからつけ込む隙を与えるんですよ。ああ、ああ、聞こえません。聞こえないから不可抗力なんです。なんというか必死じゃの。お役所仕事ですからね。下っ端はつらいものです。お茶目な現実逃避はともかくとして、都市伝説だと思って放置していたのですが、噂に踊らされた市民たちがいろいろと騒ぎを起こして困っているんですよ。ほっといていいんじゃないか。他力本願な考えの奴らが見つけられるほど簡単な相手じゃないって聞いてるぜ。ダリスってばぶっちゃけすぎ。聖者を探しに出たまま行方不明になる者も出てるんですよ。それは政府としては看過できませんね。ええ、そこで取り締まることになったんですが、いくら問いただしても欲深い人たちはとぼけまくって、どうにも埒が開かない状況なんです。そりゃそうですよ。そんな美味しい存在みすみすダメにしたくないってのが当然の心理ってやつです。ダメになんかしませんよ。きちんと政府で認可して公共の福祉と幸せのための人材として活躍を。ですから、そういうのが嫌なんですよ。大衆ってものは自分だけお得になりたいもんです。うん。お前なんかやさぐれてないか。そんなことないですよ。ジュレットちゃん綺麗なアイドルですから。ああ、こんなにも平和で幸せな世界なのに、どうして市民たちは満足してくれないんでしょうかね。理不尽です。おかしいです。あってはならないことなのです。おとなしく政府に従ってくれると幸せにならない。こっちはこっちでヤバいことになっとるし。つまり今回の依頼というのは聖者の捜索ですか。その通りです。表向き政府とは無関係な魔王さんたちにだったら市民も素直に口を割る、もとい話してくれるのではないかと。魔獣とは無関係っぽいが。分かってますよ。でもでも他に頼れる相手がいないんだから仕方がないじゃないですか。平和的に解決したいんです。片っ端からしょっぴいて尋問とか効率が悪いし、幸せっぽくないじゃないですか。こやつ言うにこと書いてとんでもないこと抜かしとらんか。気の迷いです。疲れてるんです。ギリギリなんです。お願いですから助けて魔王さん。仕方のないやつだ。実際に被害が出ているのなら勇者としては放っておくわけにもいかないですしね。さっさと片付けて通常営業に戻りましょう。どうぞ何なりと。こちら届いております。
よろしいですか。ブハッ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 、さすがは魔王くん、話が早くて助かるわい。探すためには情報が足りない。もっともだ、よかろう。わしの知る限りのことを教えよう。聖者はどうやら町の中にはおらんようじゃ。政府から煙たがられておるのでな。どこか雨風がしのげる場所ではあるだろうな。金は持っておらぬようだし。わしが怪しいと睨んでおるのは町の外れにある廃城じゃが、魔獣の巣窟でもある。とても人が無事に暮らせる場所ではないと思うが、そこは聖者だからの、行けるのかもしれん。とはいえ調べるだけで命を懸けるのはごめんじゃ。そこで掘れ、こうして依頼をしたというわけよ。魔獣退治のついででよい。町の外で聖者を見つけたなら、ぜひとも政府よりも先に教えてくれたまえ。礼金はたんまりと弾むから、よろしく頼むよ。ブハハハハハ。なんじゃいあれは。我が君を君呼ばわりとか、万死に値する。五体満足であれば即刻ぶちのぶしとったもの。まあまあおじい様、情報を聞き出すためとはいえ魔王様も我慢されていらしたことですし、実際いろいろと収穫もありましたから。町の外ですか。通りで探しても見つからないはずです。潜伏先としてはとても理にかなっています。政府の影響力は町の中でしか発揮されぬようですし、バッとなぜ隠れるのかは理解不能。それだけ後ろめたいところがあるんだろう。でなきゃもっと堂々とやってるさ。なあ、見つけたら本当に教えてやるつもりか。ろくな願い事しそうになかったぜ、あいつ。依頼は依頼だ。お前ってやっぱ紛れもなく魔王だわ。そうそう、依頼を受けた以上はきっちりとしなくちゃ。ろくでもないお願い事があるのだとしても、それを叶えるかどうかは聖者様の判断なんだし、私たちの感知するところじゃないわ。なのでしっかりとお仕事をして礼金をいただいて有効活用すればいいのよ、ダリス。なんか勇者っぽくない発言ですね。それは違うわ、サティウスちゃん。ずっと勇者として旅を続けてきたからこそよ。先立つものがなくては魔王なんて倒せません。身に染みて知っているの。まああれだ、深くは突っ込まないでやってくれ。マスター、ご指示を。バトルスタート。フッハッヒート。フッハッビート。ヒート。コンプリート。アイテムを獲得。戦闘状況へ移行。ハッハッビート。セイビート。
とはハトセイビートフハヒート戦闘状況を終了。次に備えます。バトルスタート。ネクストハフンセイフントービート。お怪我はありませんか？感じるよ。ネクスト戦闘状況へ移行。フッフッビートフッヒートセイセイヒート。お怪我はありませんか？アンジュルよ。最適化します。最適化します。最適化します。戦闘状況へ移行。チェンジセイセイトーブレイクフンセイトーフンハフンビート。お怪我はありませんか？感じるよ。リペア完了。リペア完了。戦闘状況へ移行。トフンペアヒート。お怪我はありませんか？感じるよ。何か感じるぞ。発見しました。アイテムを獲得。ネクスト戦闘状況へ移行。ハッビート。ハッセイビート。フッフッヒート。お怪我はありませんか？感じるよ。アイテムを獲得。バトルスタート。セイハッビート。フッビート。セイセイヒート。トヒート。お怪我はありませんか？感じるよ。何か感じるぞ。戦闘状況へ移行。セイセイフビート。セイヒート。ハッ。お怪我はありませんか？感じるよ。発見しました。判定激レアです。ネクスト戦闘状況へ移行。セイトペアビート。ハット。お怪我はありませんか？感じるよ。バトルスタート。トハットヒート。トフンフンフット。お怪我はありませんか？感じるよ。アイテムを獲得。マスター何かあります。バトルスタート。
ト、ハ、フ。ヒート、セイ、ト、フ。お怪我はありませんか？案ずるな。戦闘状況へ移行。ト、ト、ヒート、ハ、ト。戦闘状況を終了。次に備えます。バトルスタート。チェンジ、ハ、セイ、ヒート、ビート。お怪我はありませんか？案ずるな。オーダーを達成しました。言うだけあってがっぽりと礼金をくれましたね。あとはもうあの人と聖女様との問題ですから、もらったものはきちんとお財布に入れておきましょうね。いいのかよ姉さん、これって政府に対する裏切りじゃないか？人聞きの悪い、これは駆け引きよダリス。それにあの人が本当に願いを叶えられたのか。どこにいるかも定かではない成功体験者を見つけるよりもその方が確実ですからね。依頼人のプロフィールは調査済み、定期的に監視を続けて大きな変化があれば報告いたします。いいのかな。無論良いのだ。さすが魔王様、お任せを。お待たせいたしました。どうぞご覧ください。よろしいですか？依頼を受けてくださってありがとうございます。どう服についていた葉っぱから察するに近くの森なのでしょうが、どうしてそんなところに行くのかさっぱりわかりません。本人に聞けばよいのでしょうが、隠すだけの理由があるのではと思うと問いただすことも怖くてできません。魔王様のおかげでうろつく魔獣は減りましたが、それでも万が一のことを考えると心配で心配でたまりません。無理に秘密を知りたいわけじゃないです。ただあの人が危ないことをしていないか確かめて、もしそうならば止めてくれませんか？どうかよろしくお願いします。旦那さんのことが心配でたまらないんでしょうね。わかるけどさ、これってやっぱり直接本人に尋ねた方が手っ取り早くないか？俺たちの仕事じゃないだろう。ダリスさんはつくづく女心というものが分かってないのですね。好きな相手の邪魔をして嫌われたりはしたくない。でも危ないことだけは絶対にやめてほしい。ここは第三者が間に入ってそれとなくたしなめるのがベストな解決方法なのですよ。すっげえめんどくさいな。家庭の事情はどうでもいいですが、町の外に出ているのは問題です。魔獣の餌にされたら面倒なことになりますよ。人の味を覚えたそいつが町にやってくる可能性は高いです。そうなってしまう前に対処しておきましょう。
準備完了です、マスター。チェンジ、ネクスト。戦闘状況へ移行。ネクスト。ハッハッスン。ハッソー。スン。緊急制動。ムッ。ハッセイ。お怪我はありませんか？案ずるよ。チェンジ、戦闘状況へ移行。フッ、ビート。セイ、ビート。お怪我はありませんか？案ずるよ。アイテムを獲得。この辺りか。戦闘状況へ移行。フッ、ハッ、ヒート。フッ、ヒート。セイ、フッ。お怪我はありませんか？案ずるよ。戦闘状況へ移行。セイ、ハッ、ヒート。フッフッヒート。セイセイ。お怪我はありませんか？案ずるよ。ほほう。アイテムを獲得。バトルスタート。フッヒート。ハッビート。フンハッビート。お怪我はありませんか？案ずるよ。バトルスタート。フッビート。セッビート。お怪我はありませんか？案ずるよ。反応があります。ネクスチェンジ。戦闘状況へ移行。セイ。ハッホー。セイフトトー。ハッ、セッフン。お怪我はありませんか？案ずるよ。チェンジ。戦闘状況へ移行。ハッ、ヒート。ハッ、フッフッ。ハッ、ヒート。ハッ、セッ、ヒート。フッ、セッ、ヒート。セイフッヒート。ハッ。お怪我はありませんか？案ずるよ。戦闘状況へ移行。ハッビート。ハッハッハッフッハッビート。フッハッヒート。フッヒート。コンプリート。アイテムを獲得。戦闘状況へ移行。ハッハッビート。ハッフッヒート。フンハッヒート。トハッヒート。コンプリート。マスター、何かあります。うわあ、誰か、助けて。
こっちゃない。お説教なんか後回しです。助けましょう。戦闘状況へ移行。メクチェンジ。セイセイセイフトーフトートートーセイセイハフフフン。お怪我はありませんか？感じるよ。アイテムを獲得。ネクスト。戦闘状況へ移行。ダッシュ。マスター。我に任せよ。ふっふっ。いや。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 ほほう。ありがとうございます。魔王さん、あなたは命の恩人です。え、どうしてこんな場所をうろついてたのかですか？まさか結婚記念日のプレゼントを探していたなんて。秘密にせざるを得なかったのもやむなしですね。事情を話して和解したのは良かったですが、ああもうイチャイチャラブラブされたらお砂糖ドバーって吐きそうでした。のろけ話で終わらせていい話じゃないぜ。あいつが探してたのは聖者だったんだからな。妻が喜ぶ最高の贈り物が欲しいなんて願い、他人を頼って叶えるようなもんじゃないだろうが。まったく。激烈同意。人ならばそこは頑張って欲しかった。ともあれ、こうも安易に聖者を頼ろうとする者が存在するのは捨ておけぬ事態かもしれませんぞ。やれやれ。どうぞ、なんなりと。承知しました。お待たせいたしました。はい。またあったの？お待たせいたしました。仰せの通りに。お選びくだされ。ランクをお選びくだされ。これだ。よし。うむ、素晴らしい出来ですぞ。ランクをお選びください。始めるぞ。さすが我が君。お待たせいたしました。はい。これだ。見とれますぞ。お申し付けください。どうぞご覧ください。お願い。よろしいですか？時間を作ってくださってありがとうございます。魔王くん、こっそりポストに手紙を入れた時はドキドキしましたよ。
サティウスちゃんたちに見とがめられたらちょっと困ったことになりそうでしたから。で、どこで話す？とりあえず、あの場所まで行きましょう。ジュレットちゃんを助けた時に見つけた。見えない壁のあるところまで。わかった。私、頑張りますね。やった、行きますよ。こっち、せい、おしまい、と、おしまい、やった、とく、やった、はぁ、はい、しまい。さっさと帰るぞ。よかった。何か感じるぞ。よかった。かかってらっしゃい。セイフ、おしまい。こっち、セイフ、やあ、とうとう、やあ、はい、おしまい。さっさと帰るぞ。かかってらっしゃい。やっ、やっ、はっ、やっ、おしまい。やっ、はっ、おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。何かありそうです。何か感じるぞ。何か気配を感じます。ほほう、チェンジです。かかってらっしゃい。せい、とう、てや、や、はい、おしまい。さっさと帰るぞ。かかってらっしゃい。てや、せい、はぁ、おしまい。おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。何か気配かかってらっしゃい。ふん、や、やっと、せ、ふん、や、と、は、やってや。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。ほほう、何かありそうです。かかってらっしゃい。せい、とう、せい、おしまい。やっ、ふん、せい、せい、ふん、おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。かかってらっしゃい。やっ、おしまい。はっ、やっ、はい、おしまい。さっさと帰るぞ。何かありそうです。何か気配を感じます。ほ
ほほう。ほほう。かかってらっしゃい。せい。えい。とうとう。や。ふっふっ。や。は。やとう。せや。えい。こっち。はっ、おしまい。はっ、やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。鉄壁です。かかってらっしゃい。はっ、やっ。せい、せい。おしまい。やっ。とう、とう。おしまい。お姉ちゃんは強いんです。お申し付けください。チェンジです。かかってらっしゃい。おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。思えばここを見つけたのがきっかけでした。考えないようにしていたことに向き合おうと決めたのは、予期せぬ眠りから目覚めて不本意な状況に置かれてから檻に触れて浮かんでくる、どうしても拭いきれない疑問。この世界は正しいものなのでしょうか。どういう意味だ。単純な違和感としての話なんです。例えば、敬意こそ違えど私たちは皆眠りから目覚める形ですっかり変わってしまった世界と向き合った。神々も魔王も遠くに去って久しく、それゆえに平穏を手に入れた世界、人間にとっての理想郷。素晴らしいことだと思います。だけどどうしても引っかかるんです。一体どうやってこんな夢みたいな世界を手に入れることができたんでしょうか。家庭がないんです。いくら調べても見つからない。それが当たり前だと誰もが認識していながら、どうしてそうなったのか誰一人として把握していない。社会史としても個人史としても記録されていない。なのに人々はそれを不自然だとは思っていない。その上でよく考えてみると、私たち自身の在り方も極めて不自然な状況に置かれているんですよ。勇者の一族として加護を受けて生まれた私たち兄弟は、普通の人間よりずっと追いにくく長命でもあります。亜人種のジュレットちゃんもそうでしょう。魔王君たちや機械のモーブちゃんは言わずもがな。眠りについていた間は政府が適切な処置をしてくれていたのだと聞かされてはいます。ですが、果たしてこれだけの変化が起きるほどに長い時間をまるで老いることもなく過ごせるものでしょうか。家庭が今現在へと至る時間がまるっと吹っ飛ばされてしまったような、そんな違和感を感じてしまうんです。都合のいい結果だけを持ってきて切り張りしたかのような座りの悪い薄っぺらさを。調べていたのはそれか。はい、そのせいでダリスやジュレットちゃんを辛い目に遭わせてしまったわけですが、本当に魔王君には感謝しているんですよ。あなたがいてくれたから私はどうにか間に合った。別に気にしすぎなんだと思っていました。私意外と心配性ですし、悲観的すぎって笑い飛ばそうとしてました。
でもここで壁の向こう側からやってくる正体不明の魔獣を目撃して揺らいでしまった。向こう側には何があるんでしょうか。今ここにある世界が全てだというのなら、一体進めないあの先には何が隠されているんでしょうか。私はそこにきっと全ての疑問の答えがある気がして、どうしようもなく怖いんです。確かめてみるか。何をなさっているんですか、魔王様。ただでさえ乏しい魔力を考えなしに撒き散らしていたら、いつまで経っても完全復活なんてできませんよ。すまん。さよう。それに魔獣退治に行くならば、我が輩たちに声をかけてからにするお約束でしたでしょうに。これは猛省してもらうという意味で、明日の甘いものはお預けにせざるを得ませんな。さあ、とっとと帰りますぞ。止めてくださってありがとうございます。さすがにあの展開は予想してませんでしたから。あなたのためじゃありませんよ、魔王様のため。それだけのことです。あまりおかしなことを吹き込まないでください。あの方は手加減なんて知らないんですから。さもないとこちらもいろいろと考えますよ。ご忠告しっかりと受け止めておきます。正直なところ今ので懲りましたし、軽率な真似はもうしません。勇者の名に誓って約束します。ならいいんです。さあ帰りましょう。ほほう。とんだとばっちりを受けさせてしまいましたね。本当にごめんなさい魔王くん。お詫びと言ってはなんですが、これ報酬です。ちょっと増量しておきました。大事に食べてくださいね。それとさっきのお話はしばらく忘れていてください。私も少しばかり結論を急ぎすぎていましたので、しかるべき時が来たら。ありがとうございます。さすが魔王様。承知いたしました。お申し付けください。こちら届いております。ありがとうございます。こちらでよろしいですか。事前調査はこの辺りで十分でしょう。あとは聖者を見つけ出すのみです。とりあえず廃城とやらに行ってみましょうか。現状そこが一番怪しい場所ですし、魔獣の巣窟だという噂もあります。準備だけは入念にしていきましょうね。さあ始めるぞ。チェンジです。かかってらっしゃい。はっ。やっ。おしまい。やっ。やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。ほほう。かかってらっしゃい。とっ。おしまい。はっ。とっ。やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。
何か感じるぞ。かかってらっしゃい。はっ、おしまい。やっ、おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。よかった。やっ、おしまい。てや、おしまい。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。この辺りか。かかってらっしゃい。はっ、やっ。やっはっ、やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。よかった。かかってらっしゃい。とおやとお、おしまい。とおおしまい。せめて安らかに。この辺りか。よかった。かかってらっしゃい。やっ、やっ。とおしまい。せいとお。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。何か気配を感じます。かかってらっしゃい。やっ、とおしまい。やっはっ、やっ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 。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。かかってらっしゃい。はっはっ、おしまい。やっ、やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。何か気配を感じます。この辺りか。とお、こんなところに。ほほう、この辺りか。この辺りか。この辺りか。かかってらっしゃい。やっ、やっ。はっ、やっ。とお、やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。とお、はっ、やっ。はっ、はっ、やっ。はい、おしまい。さっさと帰るぞ。負けません。この辺りか。
何かありそうです。と、やっ、やっ、見つけました。あら、嬉しいわ。お申し付けください。かかってらっしゃい。おしまい。はっと、やっ。おしまい。さっさと帰るぞ。ほほう。こっち。かかってらっしゃい。てや。おしまい。てや。は。せい。おしまい。さっさと帰るぞ。ようこそ、魔王様。歓迎いたしますよ。まさかの超イケメンですよ。あなたが噂になっている聖者さんですか？ご明察の通り、私めがアクラオです。聖者と呼ばれるのはおもはゆいですがね。想像してた以上にうさんくさいな。同感じゃ。ずいぶんと探しましたよ。それであなたは一体何者なんです？私は私、それ以外の何者でもございません。なぜ人々の願い事を叶えているのですか？目的不明、理解できません。目的などございません。人々の願いを叶えることは私の持って生まれたる使命でして。ならばなぜこんな魔獣がうろつくような物騒なところにおるんじゃ？願いを叶えて欲しがる者たちが多すぎるからですよ。町の中にいてはそれこそ大騒ぎになってしまう。実際こうして隠れていても政府には煙たがられてしまっているようですしね。困ったものです。あとは本気で叶えたい願いかどうか、ここに至るまでの道のりで覚悟を示してもらう部分もありますね。あれもこれもと軽はずみな気持ちでやってこられてはさすがにへきへきしてしまいますもので。面倒ならやめてしまえばよかろう。そうは参りません。誰かの願いを叶えることが私の存在意義でして、それだけは譲れないのですよ。ええ、金銭も名誉も関係ないとな。話せば話すほど怪しい匂いがプンプンしおるわ。先入観で決めてかかるのはダメですよ、バルガさん。実際疑ってかかるだけの証拠はありませんし。そもそも何をどうやって願いを叶えているのか、私たちはそれさえ知らないんです。そう、それです。一体どうやって願いを叶えるのですか？スポンサーとかいるんですかね？だったらぜひともジュレにも紹介してほしいです。切実です。そこは秘密ということで、種がバレてしまっては叶った時のありがたみも半減でしょうし。じいさんの肩を持つつもりはないけど、やっぱうさんくせえ。お疑いなら存分に調べてくださって結構ですよ。私めは
逃げも隠れもいたしませんので。どうする魔王。帰るぞ。ですね。政府に依頼されたのは聖者の捜索、居場所は特定したのですから、これで任務完了です。これ以上関わり合いになる必要なんてありません。おやおや、せっかく訪ねてきてくに何も願いを叶えなくてよいのですか。あいにくだが、あんたを頼るつもりはないぜ。願い事は自分で叶える主義なんだ。それがあなたにとって運相応の願い事であるならば良いのですがね。私めはこの城におります。叶えたい願いが見つかった時はどうぞいらしてください。またお会いしましょう。ほほう。以上が聖者に関する調査結果です。足りません。え？何やってるんですか。おかしいじゃないですか。その人ちっとも反省していないじゃないですか。いやいやいや、それはそうだって。当人は悪いことしてる意識なんてないんだし。十分すぎるほどに反社会的です。覚悟を試すとか何様のつもりですか。俺様ですか。逃げも隠れもしないだとか挑発しまくって喧嘩売ってますよね。ねえ、そうですよね。聖者の存在は明らかに市民の心を惑わしています。とても危険な存在です。罰せられて叱るべきです。論理破綻、そう断定できるだけの証拠がありません。じゃあ証拠見つけちゃってくださいよ。依頼続行です。引き続き聖者について調べてください。必ず裏があるはずです。絶対に。この世界の秩序は政府によって保たれるべきなんです。個人が余計な混乱を招くようなことは好ましくありません。ことと次第によっては政府の手で直々に。落ち着いてください監察官。わかりましたから、調査は続行しますから。それは当然です。政府の依頼を途中で投げ出すなんてことは反社会的かつ言語道断ですからね。必ずや聖者の尻尾を掴んできてください。失礼します。なんじゃやれは。むしろそっちが何様じゃ。政府様なんじゃないですかね。どう見てもパワハラ案件です。カメラ回しとけばよかった。やめとけって。バレたらそれこそ反社会的だとか決めつけられて何をされるかわかんないぞ。こういう警戒が必要になってる時点であまり深入りすべきじゃないとは思うんですけど。拒否権ないのが実情ですからね。仕方ないですよ。これも魔王様とここでの生活を守るためです。じゃあ今度は実際に願いを叶えてもらった人たちのことを調べてみましょうか。彼らが本当に幸福であるならばノープロブレムです。バット、そうでなければ。それがそのまま聖者の存在意義の瑕疵になる。あいつの本性を暴くための糸口になるはずです。燃えてきましたよ、ジャーナリスト魂が。噂の聖者の衝撃の真実、数字取れますよ、これは。だからやめとけって、マジで。ありがとうございます。かっこいい。仰せの通りに。
お待たせいたしました。